丹野部は、新末民発の官僚、軍人。将軍の創始者、指導者の一人。中華民国の初代古南都督。また、中国国民党、国民政府の指導者の一人であり、国民政府主席も務めた。旧名は、宝炉。字は、ソアン、組案、祖、祖谷す。別号は自家子、人へ、無意。父は、新末の官僚である。 三勝林。1904年3月の更新化開始で営言となり、同年4月、管理委員初期都市として任用された。しかし、同年7月には、小南へ引き返す。1905年に、湖南省最初の私立中学である、明徳学堂の総理に就任した。1909年、小南省市議局選挙で丹野部は当選した。さらに議長にも当選し、 コナン省の立憲派の指導者と目されるようになる。翌1910年から、タンはたびたび上京して、国会の早期開催を、新朝中央に求める、立憲派の活動に参加した。1911年10月10日、武将起義が発生すると、同月に、これに交応する新軍の起義が、調査で起きた。それにより22日にはコナン都特府が成立し、 立憲派により単のべ、が都督の地位に押された。しかし結局、都督、副都督の地位は、革命派の小通る項を、陳作心の手に落ちる。一方の丹は、コナン都督不参議院長という政務の数密を握る地位につき、さらに民政部長に就任して、民政の一切を騒乱した。その後三十日に、立憲派の格索によりショ、小、 真の征服都督が殺害され、丹が公認の都督に就任している。革命派からは丹の部が再び成長に願えるのではと警戒された。しかし実際には丹は革命路線を維持し混乱する省内情勢の鎮定に努めた。また、新朝の攻撃を受けて苦戦する古北軍政府を支援し、 全国に対しても共和制支持の打電を行っている。さらに、同年12月25日の孫文の帰国の際にも、真っ先に歓迎の打電を行った。丹野部別影1912年7月、丹野部は遠征外から正式に、湖南都督に任命された。同年8月、中国同盟会が、総教陣により、国民党に、 解雇されると、丹もこれに加入し、湖南少支部長となった。1913年、総暗殺後に発生した二次革命では、7月17日に消毒率を宣言して、革命派に組みしている。しかし失敗に終わり、8月13日には、独立を取り消した。それでも、結局、10月に都督を辞任し、上海に偶居した。 1915年12月に五国戦争が発生、翌年6月6日に遠征外が死去する。すると、それまで遠征外派に組みしていたコナンと特有名に対する追放運動が湖南省で発生した。同年7月、タンのとその支持部隊は湯を追放し、8月には北京政府からタンが正式にコナン省庁建特軍に任命された。 北京政府における、霊元広しと、断基髄の争いにおいて、丹野ベはハジムを支持していた。しかし、1917年7月の長君の、副壁失敗を経てハジムが失脚すると、丹も自らの地位が危うくなる。そしてついに辞職に追い込まれ、またしても上海に逃れた。その後、丹野ベは、厚生省の陸栄亭の支援を受け、さらに、 北京政府でダン、団気髄と対立する、ご配布とも連合し、湖南省復帰を狙う。1920年6月、団気髄派の湖南特軍、超軽業を駆逐して、湖南省へ、特軍県省庁として復帰した。しかし、団は、将軍総司令となった、超公的やほどもぐら将軍指揮官との間で、対立が発生するようになる。 同年11月、丹は発生した平変を鎮圧できず、辞職して、湖南省から退出した。1922年、丹延べは、広州の孫文を頼る。翌年3月に大元水府内務部長に、同年5月には、建設部長兼大本営秘書長に任命された。7月には、孫文から、湖南省省長兼将軍総司令に任命され、 超公敵と激しく戦う。しかし、ご配布の支援を受けた長を下せず、同年11月までに、丹は、孫文の指示により、関東省へ向かった。1924年1月に、中国国民党が、第一回全国代表大会を、公衆で開催すると、丹ノベは、中央執行委員会委員に選出された。10月、 建国軍北伐総司令に任命され、厚生省経由で北伐を開始したが、北京政府側の方本陣軍に敗北する。これにより、丹の軍は大幅に縮小、再編を余儀なくされた。1925年3月12日に、孫軍が死去しても、丹の部はそのまま国民党を支持している。同年6月、要望み便 流進官の反乱鎮圧に貢献するなど、様々な軍事活動に参加した。蒋介石が次第に権力を掌握するようになると、タンは、長子勢とともに、国民党の要職を歴任するようになり、省の北伐を広報支援する役目を担う。1928年2月、南京国民政府が、常務委員による、集団指導制から主席制に改められると、 丹野部が初代国民政府主席に任命された。同年10月、蒋介石が公認の主席となり、五権分立に基づくご院制が成立すると、タンは初代行政委員長に転じた。1930年9月22日、南京で脳一血により死去。去年52、墓は中山陵の近くにある、丹野部馬鹿。ありがとうございます。